業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は、イコールラブさんの新曲、ラブロケのミュージックビデオリアクションをしていきたいと思います。私のチャンネルでは、女子ドルを中心としてオタ語りをしているので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スタート!はい、ということで本日見ていくイコールラブさんのラブロケミュージックビデオはこの動画の概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひ一緒に見ながら楽しんでいってください。え、宇宙かわいい、地球儀とかなんか音楽、え、花ちゃんセンター、はい、最高最高最高。髪の毛のハイカラコンビが真ん中にいます。かわいい、ラブロケねえ、かわいい、花ちゃん。嬉しい、私、花ちゃんのセンター。めっちゃ嬉しい。お?なになに、ハート?あら、恋系の曲来たじゃん。待って、リサちゃんも可愛いんやけどさ、ショコちゃん、この服似合いすぎやない?かわいい。あ、これユニット曲なんだね。かわいい。あら、キラちゃんも似合うね、宇宙服。宇宙服っていうのかな。あら、アンナちゃん。ねえ、このショコちゃん美女爆発してるんだけど。え、リサちゃん今メガネしてた?え?ねえ、かわいい。なんかさ、花ちゃんだけちょっと私服っぽいよね。かわいい。え?え、踊りがなんか、いいね。こう、真似しやすそう。ねえ、マジで私このさ、ショコちゃんの美女超タイプなんだけど、どうしよう。どうしたらいい?あ、リサちゃんかわいいよ。ひとみちゃんかわいいね。かわいいね、やっぱ。ねえ、みんなかわいい。え?最高やん。ユニット曲なんか久しぶりな気がする。あ、VR、VR。え?いろんななんか小物が多い。あ、オーマーなって書いて。マジでハイトーン似合うな。え、嬉しいんだけど私、花ちゃんセンター。本当に、デートしたい。私も、俺もや。映画になっちゃうよ。え、すごい、なんか待って、最高。私、指原さんの書く恋愛ソング本当に好きなんですよ。全米がもう泣いちゃう。好き好きの好きは可愛い。可愛い。リサチー!お?なんか名言。みんなの恋でピンク。あー、名言です。グラビティ。バランスボールで遊んでる二人可愛いな。かわいすぎ。宇宙系の曲なんだね、これは。宇宙系ね。ほっそ。かわいい。はなちゃんが首で回してた、フラフープ。いいね、やっぱね。アイドル、恋の歌いいっすね。うん、かわいい。あ、100点取れたね、はなちゃん。偉いね、偉い。アンナちゃん。これは剣道ですか?指してるのは。あ、マジで、マジで可愛い、ショコちゃん。コスモ級の大好き。あら、可愛い。可愛い。お?それは、お?それは、お?って。可愛い、マジ、この花ちゃん。え、このなんか、なんていうの?セーラームーンヘアのちょっと短い版みたいな髪型、超可愛いね。似合ってるー。ラブロケーって、あ、ロケットの意味のロケか。私最初、ロケーション、ロケ地巡りとかのロケかと思ってた。ラブロケットのロケなのね。かわいい。うわー。メイクもちょっと宇宙っぽいね。うわー、すごい、規模が。はい、ということで、ただいま、大場花ちゃんセンターのイコールラブさんのラブロケミュージックビデオを見ていきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか?私ね、もう皆さんに謝らなければならない。もう、まゆぴぴ、イコールラブのことをおたがたりするの、ほんと失格かなって思うぐらい、前回のね、動画で、最近のイコールラブさんは、恋愛系の曲が少なくなってきている傾向にあるみたいな話をしました。大嘘です!今回の曲、はい、ラブロケ、もうタイトルからわかるように、恋の曲でした。すいません、本当にもう、ちょっと謝罪をしないといけないなっていうのを一番に思いました。本当にごめんなさい。まゆぴぴ、許すよーっていう方はね、ぜひコメントで教えていただきたいんですけれども、もう最高です。やっぱり、なんだろう、その恋愛系の曲じゃない感じの曲も大好きなんですけど、やっぱりアイドルは疑似恋愛ですよね。
今回はユニット曲っていうことなんですけど、なんとですね、待望の花ちゃんセンター曲、もう最高ですね。花ちゃんのハイトーンがここまでこうマッチする世界観、これはユニバースなんですけれども、もうめちゃくちゃかっこいいけど可愛い、なんて言うんだろう、これ世界観は可愛いのよ、世界観は可愛いんだけど、服装とかはちょっとスポーティーな感じでかっこいいんですよ。で、私なんと言っても最後のね、花ちゃんのあのセラムーンヘアが本当に可愛くて、もう惚れ直しました。やばいです。あと動画の中で何回も言ったんですけど、マユピピ的見どころはサラストのショコちゃんでございます。もう超可愛い、あのスカートミニで足めっちゃ細くて、なんか本当に女子の憧れみたいな感じ、詰め込んだ感じですよね。本当に美女が大爆発してましたし、もうメンバー全員可愛いのよ。動画の中でもね、いっぱいねベラ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 おしゃべりしたんですけど、皆さんもなんかこの何分何秒が最高みたいなのがあったんで教えていただきたいです。で、歌詞の中で地球は青じゃなくてなんかピンクだよみたいな感じの、ちょっと忘れちゃったんですけど、そういうニュアンスのやつが出てきたと思うんですけど、それがですね、あの私は現役アイドル中の赤と白混ぜた人にありがとう、あれを思い出してすごくちょっと勝手にエモい気持ちになって、やっぱりこうなんて言うんだろう、名言が今回も登場したっていうのがね、すごくキャッチーですし、もうなんせ可愛かったよね。曲のイントロから結構ピコピコ系で、いや可愛いこれ絶対って思ってたら、あ、ほんまに可愛かったです。割と最近の曲はあのみんなが振りコピしやすいようにサビも結構覚えやすい振り付けが多いと思うので、今回もね割と覚えやすい感じがしたので、またこれはライブで振りコピペンライトでねフリフリして楽しめる曲なんじゃないかなって思いました。皆さんもぜひ MV の感想コメントでお待ちしております。そしてマユピピチャンネル、あとわずかでチャンネル登録者数様が8000名を超えます。もう何としてでも今週中に8000人突破したいなと思っておりますので、ぜひ皆様ありったけの Google アカウントでチャンネル登録よろしくお願いいたします。昨日はですね、ちょうどライブアイドルの現場が初めてだよっていう人に向けて、ライブアイドル現場入門編の動画とかもアップしたので、もしねまだ見てない方はぜひ見て、コメントも全部読んでるのでぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。